影村ではわざと戸籍のない人間を作るのではないでしょうか。食うためだって言いたいのかよ。公家奉納祭、かつては人間を奉納していた祭りです。土地柄的に農業に適さない公家村は慢性的に飢餓に悩まされておりました。だから神に捧げるという名目で口減らしのために子供を殺しとったんです。殺すだけですか？それはどういう意味ですか？食べていたとでも言いたいんですか？そうであったように、戸籍もなく食われるためだけに生まれた子供がいるんだと。あなたの子供が後藤議員に取られたと聞きました。詳しく教えてくれませんか？あなた、田中の奥さん、駐在所で待ってます。何でも相談になりますよ。